個人的には結構長いなと思うんですが、プラスで2年間修士課程に進学するメリットなどは何かあるんでしょうか。理学研究科理学専攻物質生命科学領域に所属している多田瑞希と申します。今日は理学部の進路について上河内先生にお話を伺いに来ました。理学部の生命理学科に所属しております上河内と申します。普段は生命理学科の方で授業をしたり研究をしたりしています。今日は理学部の教育委員長という立場でお話しさせていただきます。理学部ってどういう構成なんでしょうか。はい、理学部は、5つの学科に分かれていて、数理学科、物理学科、化学科、生命理学科、そして地球学生科学科の5個からなっています。1年生の時はその5つの学科に分かれずに理学部で一括で入学すると伺ったんですが、はい、それは正しいですか。そうですね、1年生の時にいろんな分野の勉強をしてもらって、自分がここに向いてるなっていうのが分かった時点で学科を選んでもらうっていうシステムを作っています。選択講義がいろいろあって、数学が好きな人は数学をメイン取ったり、生物が好きな人は生物をメイン取ったりっていう取り方ができます。で、2年生からはですね、もう専門講義が始まって、各学科ごとに専門的な内容で授業を行っていきます。学部2年生は主に基礎的な内容を学んでいただいて、3年生はちょっと発展的な内容になっていきます。で、その後は研究室に配属されて、で実際に自分の手で研究をしてもらうっていうのが主に4年生での活動になります。つまりもう授業はほとんどなくてですね、研究をしながらその新しい発見をして、それを発表してもらうっていうことをして、終了になるわけです。ありがとうございます。はい、ではその4年生で研究室に配属されると思うんですが、はい、その後の進路はどのようになってるんでしょうか。はい、実はですね、名古屋大学の理学部はほとんどが大学院に進むということが分かっています。実際には数理学科では進学率4割ぐらいなんですが、他の学科ですね、ほぼ8割9割の学生さんが大学院に進学されるというデータがあります。で、大学に進まない方がどういう進路を取られているかといいますと、学校の教員になられる方が多くてですね、例えば数理学科は 23% の卒業生が教員になっているっていうデータがあります。他の学科の卒業生も割と教員になっている方が多いですし、それ以外にも公務員だとか銀行だとか、あと私の知っている方ではですね、科捜研に行ったりとかですね、そういうことをされている方もおられましたね。はい、大体の人が2年間の修士課程を経て就職される方が多いと思うんですが、学部で4年間で修士課程で2年間で全部で6年間ですよね。はい、でそれって中学校3年間と高校3年間と同じ長さで、個人的には結構長いなと思うんですが、プラスで2年間修士課程に進学するメリットなどは何かあるんでしょうか。はい、そうですね、4年生から研究室に入って研究をしてもらうんですけれども、やっぱり1年間やってみると研究って面白いなって思われる学生さんが多くてですね、で、さらにこの発見を生かして次の発見につなげたいだとか、実際に国際的な学会で発表したいだとか、論文を出したいだとか、そういうことを考える学生さんが結構進学の道を選ばれることが多いですね。なので最初から大学院に行くって決めていなくても、やってる間に決めていただくという方が、結構おられるように思います。じゃあ今すぐ決めなくていい、はい、ということですね。はい、それはかなり安心しました。では大学院その修士課程を卒業した後はどのような進路に皆さん進まれるんでしょうか。はい、実は大学院は修士課程の他にも博士課程というものがありまして、一部の学生さんは修士号を取られた後に博士号を取るために後期課程に進学されます。で、進学されない方はいろんな企業に就職されていきますけれども、結構研究職に行かれる方が多くて、製薬系であるとか食品系であるとか、あるいは製造業だとか、あとは情報系に行かれる方も最近増えてます。理学部は工学部とか農学部とかに比べると、この特定の進路、例えば工学部ですと製造業とか、農学部ですと食品とかいうイメージ
のようなものはないですけど、その代わりに、まあ、幅広い進路を選べるのはかなりメリットなのではないかなと私も思います。はい、そうですね。先輩方がもういろんな職種に就職されていますので、まあ、そういう方々の話を聞きやすいというメリットもあると思います。先輩とのネットワークもありますので、もう企業で実際に働いている先輩と話をしたりだとか、まあ、そういうチャンスもいっぱいありますね。ありがとうございます。ところで理学部は教員免許を取れるという理由で進学を決める人もかなり多いように感じるんですが、その理学部の教員免許の取得率などについて何かデータはあったりするでしょうか。はい、名古屋大学の中では教員取得率が高い学部が2つあって、1つは文学部で、もう1つが理学部です。で、実際に理学部でどういう免許を取れるかというと、まず数学をやった学生さんは数学の免許で、それ以外、まあ、数学以外の学科に行かれた方は理科の免許が取れます。このグラフを見ると、他の情報学部や農学部でも免許は取れるんですけど、理学部はかなり突出して高いような気がします。はい、その周りの人がやっぱり取ってることによってメリットなどあったりするでしょうか。はい、まあ、教員免許を取るために、まあ、いろんな授業に出ていろいろ単位を取らなければいけないんですけれども、まあ、その情報交換がやりやすいっていうのと、まあ、先輩に実際に教員免許を取られた方とか、実際にもう教員になられている方がいますので、またそういう人から話を聞けるということで、まあ、身近な進路としてその教員っていうのが一つあるのが理学部の特色だと思っています。自分が高校生の頃は理学部ってなんだか就職難しそうというイメージがあって、理学部に進学して大丈夫かなって少し思っていた部分もあったんですが、今日実際データを見てお話を聞いて、理学部の進学先もかなり豊富で、その点に関して安心していいんだなと思いました。はい、それでは最後に上河内先生、何か高校生に一言メッセージをお願いします。はい、理学部ってなかなか何をやっているのか分かりづらい学部だっていうことが言われるんですけれども、実際入ってみるとみんながワクワク楽しく勉強したり研究したりしていて、とても楽しめる学部だと思います。ぜひ選択肢の一つに加えてみてください。本日はご視聴いただきありがとうございました。明大で待ってます。さようなら。